はい、たびたびお耳にかかります。山田久太郎でございます。えー、まあね、だから、まあ一連のいろいろ、まあ偉そうなこと言ってますけれども、えー、基本的な考え方としては、えー、やっぱりだから、あれなんですよね、えー。周りに別に影響されることないってまたその話かよっていうね、えー。でもそうなんですよ。あの、そう思って生きてた方が楽なんですよね。で、だから、 と言って自己中でいいとかね。だからと言って、あのー、自分勝手でいいってことではないです。うん。ただ、あの、例えばね、この YouTube の活動なんか、あのー、 人の、周りにどう思われるかって考えてたらできないっすよ。こんなの。だって、どう思われ、だって、一人の意見でね、えー、自分以外の他の人たちっていうのは、自分とは違う人、人間なわけじゃないですか。で、その中でね、俺はこう思うぜ、こう思うぜって面接ですあ、あ、あ <laughs>、かかってきちゃった。あれれれれ。はい、お疲れ様です。山田です。 はい、では120分2万1000円頂い,いてくださいはいやらあごめんなさい2万1000円ですねうんそうで内,内部がまたプラス1円になりますうんうんすんませんお願いしますはい <laughs> あすんません山田でございます <laughs> えー、何話してたんだっけ そう、あそう,そう YouTube なんかできない。だって誰にどう思われるかなんか気にしてたらね、えー、YouTube なんかできないですよ。ただね、ああでも、あの、その、自己中でいいとか自分勝手でいいってことでもないんです。ああ思い出してきた、思い出してきた。 で、メンズエステのこととかね、僕以外の方たちっていうのは僕以外の方たちなんですよ。だから僕と考えが一緒なわけはないし、えー、それでだから周りの方たちのことばっかり考えてたとしたら、こんな活動できないし、えー、もし、または店長なんかできないんですよね。で、やっぱりあの、ただね、あの、リーダー、 えー、まあ、リーダーっぽい仕事じゃないですか、一応。えー、そんなに、ね、リーダーの資質はないですけれども、えー、小さいお店の、え、一応店長っていう、まあ、貴重なお仕事をやらせていただいてるわけじゃないですか。その中でね、でもこうだっていうのを打ち出していくというのも一つだし、それに関して、周りのことを考えて何にもできないようじゃ、それはちょっといまいちなんですよね。うん、やっぱりね、 <laughs> リーダーシップを発揮するっていうときは、あの、それがいいか悪いかはわからないけども、実際は。だって自分以外の方たちは他人なんだから。うんだから認められてもらえるか、それとも認められないかわからないけれども、でもこう思うんだっていうのを、やっぱりアピールしていった方、し,していくのがまリーダーだと思うし、でね、その、 あのその、まあ、発言だったり行動だったりが間違っていたらそれは人が離れていきますよ。例えば免税施だったらお客様とセラピストさんが離れていきますよ。それはあのそう思った時にね、あのあやべ離れてった、まずかったかなって思った時にえ修正していかなきゃいけないしでも離れていかないようにするために人として正しい選択、正しい発言、ね、あの例えば人を傷つけないとか、えー、普通の免税士 業務でもあのー、やっぱりその自分勝手にならないとかいや僕はこうした方がいいよって思うことはたくさんありますよセラピストさんに対しても絶対こうした方がいいでもこうしろって言えないタイプなんですよねあの優しいから <laughs> 性格的にあの <laughs> 言えないタイプなんですよなので、えー、こうやった方が絶対伸びるのになと思っても、えー、なんでこんな話になった <laughs> あのー、言えなかったりでこうした方がいいんじゃない、うん、こ,うこうやった方がいいんじゃないぐらいにしたりとかねダメなことはダメって言いますよダメなことしてたらダメだって言いますけどもちろんねそれはお客様に迷惑かけることになるし他のセラピストさんに迷惑かけることになるからでも、えー、そうじゃない部分に関してねでもこうやった方がいいんじゃないのかなと思ってもグイグイこうしろ絶対こうした方がいいからみたいなことは、えー、言わないタイプなんですよ。それはなぜなぜら あの、セラピストさんにはセラピストさんの正義があるし、えー、やりたい思いとかさ、えー、こうであるべきだっていうのがあるはずじゃないですか。自分以外の誰かだから。うん、なので、その気持ちは組んであげたいっていうね、優しいでしょ <laughs> ねがあるから、あんまりね、強くガッとは言わないんですよ。ただ、あの、やっぱりこういう、 <laughs> 何を言ったか分かんなくなっちゃった。もう台本なしで話してるけど。でもね、こうやって YouTube っていうね、まあオープンな場であるから、俺はこう思うんだぜっていうのは、まあ言いやすいんですよね。言いやすいの。 うん、だからね、もう、タテンさんもやった方がいいと思ってますよ。YouTube なり、発信活動は。で、それは置いといて、その発言が間違ってたとしたら、それはセラピストさんもお客様も離れていきますよ。それはね。うん、それで気づけばいいし、もしか、もしくは、人として、えー、まあ、賛否はあるにしても、正しい、えー、行動なり発言をしていたならば、まあ、特に行動ですよね。口ではいくらでも言えるけど、正しい、あの、行動をしてい、 いたのであれば、えー、全ての方が、えー、理解して共感してくれるわけではなくても人として正しいあの行動をしていたならばあ、でもちゃんとしてる人だねって、えー、ちゃんとした考えだねっていうことで一部の一部またはまあどれくらいかはわからないけれどもついてきてくださる方がいるそれがわからなければ何も発言されなければマイナスに思われることもないけれどもついてくる方たちもまあ少ないと思うんですよね うん、ま,だまあ難しいなこの話は、うん、なのでね俺、あのー、はこうだっていうのをやっぱりリーダーとして発信するなり。 え、それを示していくっていうのは、すごく大事なことで。それ、でも僕が気をつけてるのは人としてやっぱり倫理的に、え、正しくないことはしない。え、やっぱしちゃうことは人間だからね。え、しちゃう、してることはあったら、としたならば、それは反省するし、自分で気づくこともあれば、言われてえ気づくこともあります。え、まだまだの人間なので、あ、このよう発言はやめてくださいよと言われたこともあります。それは、あの、反省した。理解して反省した。うん、そういう形で修正しながら、 えー、自分のなんか正しいと思う道をこうやってやっぱりリーダーはね発信していった方がいいと思うしそれで必ずついてくる方もいます倫理的に倫理に反してなければ倫理というか、まあ、人として正しいあのことをまあでも人としては正しい選択だよねっていう行動をし続けていればついてきてくださる方も出てきます。うん、なのでねあの、えー まあ賛否はあるけれども、えー、人、周り、あ、思い出した。思い出したよ。だ周りにどう、どう思われようとかは、もう関係ないんですよ。関係ない。去っていったら、あ、いまいちだったんだな。ね、去っていかなかった人が、ま、ま、つ一部なり、えー、大勢なりついてきてくださったりとか、共感してくださるのであれば、あ、ちょっと正しいのかなっていうような判断でやっていけばいいし、自分、まあ、最近よく言ってますけどね、自分以外に興味ないんですから、人は。 あ基本的にはよ。そういう言い方するとだいぶ寂しいけれども、基本的にはそうなんです。なので、あの、そんなね、周りの目とか、人がどうこうとか、どういうふうに言われちゃうだろうとか、関係ないですから、人生においては。自分がやりたい、正しいと言った思った道を、あの、進んでいくのが、えー、自分の人生だから。 ね、えー、なので僕はそれはそう思ってますから、この YouTube が必要だと思ってね、音声で発信していくのが必要、あの、ブログはめ、ね、めんどくさかったから、<laughs> 大変だったからブログ。だからしょうがないから、音声でやる,やる方法はないかなっていうことで YouTube やりだしたんですけれども、えー、メンズエスタの店長としては、まあ、ありだったと思ってるし、ね、あの、いろんな、あの、ね、どう思われてるかわからないし、えー、それは確かに、そこを考えると不安ですけれども、でも、あの、 えー、もしそれがいまいちなことばっかり発言したり行動したりしてるのであれば、それはもう運営できないぐらい人が去っていきますよ、うん。でもそうじゃない。または全ての方に受け入れられてるとは思わないけれども、一部の方には受け入れられてるとしたならば、やっぱり店は運営できるしね。で、何が言いたいかっていうと、ここからですけれども、例えば女性ね、えー、お母さんなり、えーまあえー、結婚してなくても、 あなたの人生は、こう、超こじつけていきますけど、あなたの人生は、あなたがリーダーなんですよ。だから、一人であったり、まだ家族がいたらリーダーですよね。やっぱ、家族のリーダーはお母さんな気するけどね。 それが、やっぱりじ、じあの、リーダーシップを発揮して、私が稼いでくるとかね。私は、が、あの、選んだ仕事だから、いいはずだっていうことで、メンゼッセにチャレンジするとか、周りがどうこう思われても関係ない。まずどうこう思ってないし、言ってるだけで。無責任で、でさっきも言いました、妬みとかで、文句言ってきたりする方もいますけどね、妬み。人の妬みで、影響される必要ないじゃないですか、自分が。人の妬みですよ。 寝た目に影響されることないんだから、それは自分のやりたい道。よ、ああ、じゃあメンしてやってみようと。で、山田のとこが良さそうだから山田のとこでやってみようって、えー、思うの、思うのであれば、他の周りの、えー、どう思われるとか気にしないで OK。で、えーえー、または、その、家族じゃなくてもね、えー、単体、単体って変だな。単体って変だな。あの、まだ家族は持ってなくても、えー、女性のね、 えー、セ,セラピストさん候補の方に向けて話しますけれども、あの、あなたの人生あなたがリーダーなんだから、あなたが決めていけばいいんですよ。他の方にどうこう言われても、あの、関係ないし、っていうか、どうこう言われるような内容じゃないじゃん。だから言ってんだけどね。それがなんか、人に悪い影響を与える仕事とか、えー、違法のこととかね。えー、そしたら、後ろ指刺されますよ、それは。でも、メンズエースでは、後ろ指刺される理由なんてないんだから。 うん、ただイメージだけで、ええー、あの子こういうことやってるとかね、あんたそういう仕事はやめた方がいいわよとかね、あの言われたりすることもあるかもしれないけど、そんなことにね、 あの、影響されることはないです。なので、自信を持って、もうすでにメンズエスやってるセラピストなんだ、自信を持ってやったらいいし、いや、違うよって。でも、そこで、言い争いしてもわからない方もいるし、その時間も僕にとってはもったいないと思うので、いや、私は好きだからやってるよ、ぐらいで <laughs>、やったらいいしね。 うん、まあ、あの、自信持ってやったらいいですよ。胸張ってメンズの人のセラピストさんやってるって言って、いう、いうことでね、生きてってくださいよ。だっていい仕事してるんだもん。で、これからやろうとしてる方で、ちょっと、あの、まあ悩んでる。ちょっとでも印象はあんまりあれだしな、みたいな。でも関係ないよ。あなたの人生だから。 あなたがやりたいと思ったらやるべきだし、周りは関係ないからね。うん、ぜひ、あのー、や、やってみてください。僕なんか本当ね、周りのこと考えたら、こんな発信活動なんか恥ずかしい。だって何にもしなければ、あのー、どうとも思われないんだから。うん、それは、オン何 平穏な生活になるでしょうよ。うん。あの、そのマイナス評価もつかないし、えー、なんかその口コミサイトとかでなんか文句言われる。僕見ないからいいんですけど、文句言われたりとかもしないしね。それは落ち着いた人生かもしれないよ。でもやっぱり僕はこの面接して成功させたいし、あの、やっぱり頑張ってるセラピストさんがいる限りはね、店を流行らせていな、行かなきゃいけないっていうつむ強いやっぱり気持ちがあるからね。その中でまあ能力が低いから、まあ、下手くそにや、運営してるけれども、 でも一つの自分があの見つけた手段としてこういう発信活動をやらせていただいている、えー、<laughs> しつこいようだけど周りにどう,こう思われてるとかなんか人否定的な意見があるかなとかいろいろ考えたらできないからねこれは、うん。ということでわけわかんない音声だけど今日ちょっといっぱいあげようと思ってますからねいろんな話させていただきますのでよろしくお願いいたします。